今日は、はい、どうなっていますか。モテる男になりたいんで、うもうちょっと石田さんに教えてもらいたいな。いや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 、俺別に全然モテるわけじゃないんで、そんなことをまあ伝えられるかどうかわからないけれども、ただまあ本を読んだり、それから雑誌読んだり、ここのお店うまいよ、このステーキはすごいよ、ここの焼肉はすごいよとか、そういうのをまあ勉強したりはしますね。やっぱじゃあレストランとかそういう情報を石田さんでもそう勉強されてるんですね。雑誌とかもしもしあったら見せてもらいたいです。雑誌っていうかわからない、だこれはあのその専門誌みたいなやつなんだけど、味の手帳、すごいいいエッセイもいっぱい出てるし、料理の評論家とかいろんな旅に関することも書いてるんですよ。そして何よりもここの味の手帳名店会っていう、ここに出てるやつとかはまあ基本全部外さないので、はい、いいです。例えばここに書いてある味まんなんていうのも、フグだったらまあ俺は日本一だと思いますね。それからこう焼肉なんかでもユージが乗ってるけど、これも渋谷の名店で予約できないんですよ、必ず並ばなくちゃいけない。でもこういうところは焼肉屋さんでも別に高くないんで、だからやっぱ工夫でこんなとこ連れてくのっていうのがまた抜群にうまかったりしたら面白いんじゃないですか。あ、見た目とかそんなにいっぱい入ってなくても、そうそう、隠れ家みたいな。ちなみにじゃあランチとかだったら色々基準とかコツとか。そう、俺は結構最近ランチなんかは、去年なんかできた青山にこうグランドホテルっていう、青山三丁目の角にあるんですけど、あそこの4階のカフェというかレストランというかね、そこはそのいわゆるダイニングですよね。そういうところがちょっとおしゃれなんですよ。もう個室とかね、あの立派なレストランっていうよりも逆にちょっとオープンエア、開放感があって、まあ人に見られるけど、でもそんなところでこうランチしてるなんてなんか気持ちいいじゃないですか。でそういう気持ちいいのって男女ともにみんな好きだから、これからの季節はいいかなっていうのはありますよね。ただ重要なのが1個あって、女の子も結構次が忙しかったり、男で誘う側から言わせてもらうと、次に彼女がどこに行くかとか、そういうのもちょっと頭に入れて、そういうのは気が利いてるっていうか、ポイント高くなりますよね。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。石田さんがよく行くそのレストランとか店主さんとか、はいはい、お店の人と仲良くなってると女性もなんかこう、あ、よく来てるんだってなるじゃないですか。あれやりたいんですよね。ああ、例えばだけど、あのやっぱり一番嫌われる客っていうのは、まずあのすごい威張ってる人、おい水とか、ただ水をつがれてもうずっと黙ってて、もうそのありがとうも言わないし、もう顔も合わさない、言葉も交わさないよりは、やっぱりちょっとなんかいろいろ言った方が仲良くなるよっていう。俺なんかもあのずっと役者で売れない頃、まあ当然喫茶店やなんかのレストランとかでもバイトしてて、あまりにも頭きた時に水を、かけていいんですか、それとも飲んでいいんですかとかね言ったことあるんだけど、なんだお前とかなんか言われて、いやいや冗談冗談みたいなね。まあそんな、だからそういうのが一番嫌われる。だから冗談で収まったんですか。それは冗談で、はい、まあでもすげえ威張ってて、うわ感じ悪いな。でも感じよく普通に、例えばワインあのよくわかんないんですけど、今日の中でどれが美味しいワインですかねなんて言って、そういうのでこう話し始めて普通にやってると、まあ感じいい客が好きだよね。すごく美味しかったです、ごちそうさまでしたなんて言ったりして帰ると、あいつってやっぱり相手も嬉しいから覚えてくれるんですよね。なんかなんとなく石田さんが女性にモテるって言われるのはちょっと、いやいや、だからモテてないんですけど、まあでもそうすると雰囲気も良くなりますよね、あのデートやなんかでも。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ちなみにじゃあそういう良い席とか、うん、そういうのはあるんですか。ひいきにしてもらうためにはやっぱり自分のまあ意見もあと普通にチラッと出したりしてね、で向こうも聞くじゃないですか、田中さん何をやってるんですか、あ今映像なんかのいろいろやってますみたいな、あそうなんだとか、 YouTube とかもやってるんですけど、あのいつでもやりますからみたいなの言ったら、ちょっと向こうも覚えてたりするわけで、そういう話をしていくと特等席に案内してくれるようになるんですよ。だけどもっと俺はすごいお金いっぱい使ってしょっちゅう来てる、あるいは偉い人がまずそっちに行くんだけど、空いてたら自分も行けるようになる。だからわがままっていうか、そういうのをこう行使しすぎるのもちょっとなんだけど、
今日はちょっと特別なんでなんとかなりませんかとか、そういうことも全部 OK だし、女性でもそうだけど特等席に案内される女になるみたいなねなるほど、男も女も、男も女も実はそうで。ちなみにちょっと質問されちゃうかもしれないですけど、ランチだったらレストランだったら夜でも行った後に、はい、ホテルに女性を連れて行くにはどういうふうな運動をしたらいいですか？いやいや、それはだから誘う時にホテルのそういうところも使っとくっていうのがいいですよね。ホテルをなんか特別な空間じゃなくてもう常に利用してるっていうのが特別感を出さない。ホテルイコール何かもう特別な関係になるっていうところじゃなくて、レストランの一種だけども、まあ、そこでお茶するとかそういうのをこう普段から使ってると。トランクっていうね、新しくできたホテルがあるんだけど、いわゆるホテルホテルしてないんです。でもブティックホテルで1階のとことかにある、なんだろう、串カツみたいなのとか焼き鳥とかいうのがこうポーションちっちゃくてかっこいいんですよ。とにかく雰囲気がいいんです。でそこでパッて待ち合わせしたりすると特別感がなくなるから、そういうところをいくつか持ってるといいですよね。で一つだけあって、はい、ホテルって下から行くとこう大変なもんじゃないですか。特別にこれからよしホテル行くぞみたいな感じに、こう相手だって入るときにこう、わ、こんな大きなところにこれから何が起こるんだろうとか、そういうんじゃなくって、実は逆に上でご飯食べたらスーッと降りてくるのは平気じゃないですか。でその途中でスッとなんか例えばスッと右に右に行くとか、今日はこっちだよみたいな。そういうのもちょっと変化球はありかなと。なんか前回の動画でそういうことになった時は、下から行くといいみたいな、そう、飲みに来ないね、多分みんな来るからって言って、あ、行きます行きますって、それでまあパッて行ったら誰もいないんですよ。で2人っきりだって、まあ最初ちょっとやばいかなとは思うんだけど、どんどんこう下の方から来るんですね。でその時思ったら、上から来たらね、いやだってこう終わっちゃうんだけど、下から来るからなんかちょっとこれはまあ使えるなってまあ思ったらいけないんですけど、そうですね、要するに1対1の話だから、下から行くと全然怖くないんですよ。高圧的な感じがないし、強引な感じが全くしないっていうのでいい。なるほど。じゃあもうそのホテルに入ったら下から行った方がいいけども、ホテルに行くまでには上から行くぞ。で例えばですけど、マデューロっていうところがものすごい好きで、これグランドハイアットなんだけど、かっこいいんですよ。もう完全に外国のバーなんです。でそこを例えば行ってる時に、シャンパンもじゃあグラスでくださいとか、なんか頼んでる時に部屋もくださいとかそういういわゆるなんていうかな、そのそしたらスーッてこう部屋の鍵持ってきてくれますよね。例えばで相手に聞かないで、もうそこはちょっと強引に行こうよみたいな時もあるじゃないですか。じゃあちなみにデート誘う時、実際にちょっとその実践で教えてほしいんです。いやだからね、いや日本一生意気なあの焼肉屋なんだけど、行くみたいな、行きたいみたいな感じになるじゃないですか。例えば東京で2番目に美味しい焼き肉行かないとか、そしたらやっぱり一番はどこですかって話になるから、必ずじゃあ1番は取っといて、ちょっと2番目から行かない、とりあえずみたいなね。まあいろいろ言ってきましたけど、結局は女性を楽しませるっていうのが一番だと思うし、一番こう2人の距離を縮めることだと思いますね。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。グッドラックと言わせてください。皆さん頑張って、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。